こんにちは、ザートレスです。本日紹介するフィギュアはこちら。ザートレスチャンネルの第1回でデビューした仮面ライダーブラック RX& ブラックの2ヶ月後、2002年の12月に発売されました。メーカーはバンダイ、商品名は SIC ボリューム17シャドームーン&仮面ライダーブラックグリーンバージョンのフィギュアレビューでございます。当時の定価は3500円プラス消費税でございました。商品パッケージはこのようになっておりました。ブラック RX 関連の SIC は他にもアナザーシャドームーン、アナザー RX、 そしてバンダイの正規品ではないですがバトルホッパーがありますので、随時フィギュアレビューしていきたいと思います。仮面ライダーのフィギュアレビューはしばらく RX 関連を連続で投稿しますのでご了承ください。こちらの商品も前回のブラック RX 同様にパーツをね、交換することによって別のキャラ、今回は仮面ライダーブラックのグリーンバージョンにチェンジすることができるという大変優れた商品でございました。それでは早速マニュアルを見ていきましょう。はい、こちらがシャドームーンのマニュアルでございます。シャドームーンの触覚の付け方とかですね、あとはグリーンバージョンへの触覚の付け方、シャドームーンからグリーンバージョンへの変更の仕方ですね。そしてサタンサーベルを持つことができますよという説明文と、グリーンバージョンの手首は交換できますよという説明が載ってますね。裏は何も書いてないですね。はい、以上ですね、シャドームーンのマニュアルでございました。それではですね、フィギュアを拡大して見ていきましょう。仮面ライダーって世界征服を企んでいる悪の組織に改造されて、で途中で脳を改造される前に逃げるっていうのが基本みたいな感じなんですけど、このシャドームーンはね、その改造に成功しちゃったっていうライダーなんですよね。だから改造に成功したライダーと改造に失敗したライダーがブラックとかブラック RX なんですけど、その二人の戦いなんですよね。仮面ライダーブラックという作品で初めてね、仮面ライダー対仮面ライダーという戦いがね、生まれてしまったんですよね。平成ライダー以降はね、仮面ライダー同士で戦うっていうのはあんまり珍しくなくなったんですけど、当時はね、仮面ライダー同士の戦いなんて考えられませんでしたから、斬新でしたよね。シャドームーンのファンもね、めちゃくちゃ多いですよね。だって外見仮面ライダーですもんね。かっこいいですもんね。目が緑色とかマジたまらんぜ。超かっこいい。この口元のところあるじゃないですか。原作というか劇中ではね、機械的だったんですけど、 SIC ではね、高速具みたいな感じでアレンジされてますね。かっこいいね。この足のこの部分あるじゃないですか。これレッグトリガーって言うんですけど、ここね、稼働するんですよ。すごくないですか、こんなって。素晴らしいですよね。歩みとともに動くというね、劇中の印象が非常に強かったんでね、ここが稼働するのはとても嬉しいですね。はい、それではですね、シャドームーンの稼働範囲を検証していきましょう。はい、いつものようにまずは首からいきますね。首どのぐらい曲がるんでしょうね。あー、こんだけか。上下に動くのはこの範囲ですね。横にはこんだけですね。あとは腕、あ、一応一回転はしますね。一回転はするんですけど、横にはここまでしか稼働しません。次は肘、こんだけです。曲がる範囲はね。一応手首も稼働しますね。手首回るというのとこの範囲で稼働しますね。もう片方の手も一緒ですね。手についているこの部分は稼働しないですね。あとお腹がね、こう上下しますね。横にも少し曲がりますね。この部分が横に曲がるようになってます。キングストーン緑色かっこいいね。そして足ですね。足もな、だいぶ厳しいな。あとね、ここのパーツね、取れるようになってるんですよ、こうやってね。ではめるんですけど結構ポロポロ落ちますね。足はね、ここまで広がりますね。先日フィギュアレビューしたセイントセイヤのセイレーンソレントとはえらい違いですね。まあ古い商品ですからね、19年前ですもん。はい、足の関節はね、二重関節になっているので、ここまで一応曲がりはしますね。約90度といったところでしょうか。そして足首、ここね、足首とレッグトリガーはね、2箇所とも稼働しますね。横にも広がりますし、縦にも曲がりますね。両足そうですね。こいつはね、さすがにブリッジはできないと思うんですが、一応チャレンジしてみましょうか。どこまで反れるかっていう厳しいね。投げかけのジャーマンスープレックスだったらできそうなんですけど、普通にブリッジができないんでね。あー、残念だな。 SIC のシャドームーンはね、ブリッジができないということが分かりました。はい、続きまして付属パーツの紹介ですね。この商品はね、付属パーツはとても少なかったですね。シャドームーンに対してはこのサーベルが握れるようになるための手首交換パーツですね。はい、こちらね、サタンサーベルでございます。この部分がね、金属になっておりますね。こっちは違いますよ。真鍮が入ってますね。
真鍮が入ってるんでちょこっと曲がるかなぐらいですね。うん、いいね。それではね、このサーベル持たせてみたいと思います。今の状態はパーの状態なんですよ、手がね。でこのままでは持てないんで、多分やってみようかな。あ、持てないね。すぐポロポロ落ちるね。なのでこれを付け替えるということですね。あ、硬い。これ付けてからの方がいいはずね。はい、サタンサーベルをね持たせてみました。ちょっとねポーズを決めてみたいと思います。はい、こんな感じのポーズはいかがでしょうか。なかなかかっこいいかなと思います。はい、それではですね、シャドウムーンを分解して仮面ライダーブラックグリーンバージョンへのチェンジをしていきたいと思います。サングラスと帽子とヘビーバンジョー、私少しクレイジーじゃない、歌い出したら終わらない、はい、やっと素体だけになりました。ようやくね組み立てていきたいと思います。サングラスと帽子とヘビーバンジョー、一緒に急ぎましょう、飲み始めたら止まれない、夜が明けるまで終われない。はい、ブラックのねグリーンバージョンが完成いたしました。かっこいいね。以前レビューしたね普通のブラックも横に並べてみましょう。おお、どっちもかっこいいね。ところでですね、僕このブラックをフィギュアレビューしてるときに、ブラックのモチーフはコオロギっていう話をしたんですよ。あれね、よく調べてみたら違ってましたね。バッタでした。でこのグリーンバージョンってのは、原作で出てきたのかっていう話もあるかもしれませんけども、黒いバッタがサナギから成虫に変わるときに色が変化するときの色が変化してる状態がこのグリーンバージョンだそうですね。マニアックだなぁ。しかし僕も思ったんですよ、こんなバージョンあったかなって思ったんですけど、どうやらね変身の瞬間に一瞬だけ出てくるらしいですよ。あの確認取ってないんでね、分かんないですけど、まあでもねフィギュアがかっこよければ僕はどうでもいいと思ってるんで、このグリーンバージョンもね満足しております。並べて飾ってもめちゃくちゃかっこいいですね。実はというか、まあ予想がついてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、僕シャドウムーンもう一個持ってるんですよ。それがねこちらでございます。シャドウムーンもグリーンバージョンも両方飾りたいんでね、素体が1個しか入ってないんでね、当時2個買いました。いや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 、ド迫力ですね。はい、じゃあ前回のね RX も持ってきましょうか。はい、 RX もね並べてみました。ちょっとねシャドウムーンとポーズを取らせてね楽しんでみたいと思います。はい、こんな風にねポーズを取って楽しむことができますね。いや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 、かっこいいですね。またちょっとね補足なんですけども、ブラック RX をねレビューした時に僕この武器の名前リボルゲインって言っちゃったんですけど、リボルケインですね、失礼いたしました。ビートさんに指摘されちゃいましたね。それでは本日は2002年12月発売 SIC ボリューム17シャドウムーン&仮面ライダーブラックグリーンバージョンのフィギュアレビューでございました。次回の仮面ライダーフィギュアレビューはアナザーシャドウムーンとアナザー RX をフィギュアレビューしたいと思います。本日も最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。優しさよりも激しさが大事な時があるものさ、君を怒りを稲妻に変えて宇宙に解き放て、 Wake up the hero 胸の奥、君の知らない君が
がいるのさ。 Wake up the hero、 目を覚ませ。 誰がピンチを救うのか。 仮面ライダー、 きらめく稲妻。 仮面ライダー、 愛の戦士。 仮面ライダー、